やあ、メメ。なんだ、グレイ先生。ごめんね、驚かせたかな。少しだけ。二つ目を見ると、まだまだびっくりするの。かもしれないね。生物学的には単眼の方が珍しいんだけど。そうよね。一つ目はどうせ怖いだろうから。珍しいわね。工房までわざわざ先生が来るなんて。親方にぜひ頼みたい仕事があってね。メメは元気だったかい？あんまり。肩こりや腰痛は職業病だし、顔色も悪いし、目の下にクマもあるし、病気みたいだって痛いんでしょ？言ってないって。いいのよ、どうせ私なんて。よく人にぶつかるし、馬車に引かれそうにもなるし。サイクロプスは遠近感がつかみづらいからね。気をつけるんだよ。わかってるわよ。大丈夫かい？ふんどし。見られた。もうお嫁に行けないわ。どうせ私なんか最初から行けるはずもないのだけど。前を見ないとまたぶつかるよ。